ウシカイザタウ星系の画像。この光の1万分の1程度がウシカイザタウ星 B の反射光である。ウシカイザタウ星 B とは F 型主系列星ウシカイザタウ星へ A の周りを交点する太陽系外惑星である。ウシカイザタウ星 B は1996年に発見された太陽系外惑星の中でも最初期に見つかった惑星である。また、 地球からの距離は50.9光年である。牛カイザタウ星 B は、牛カイザタウ星 A の周りを3日7時間29分56秒かけて、降転している。誤差はプラスマイナス2秒であり、極めて正確に求まっている。牛カイザタウ星 A の自転周期もほぼ同じ数値である3.31日と測定されており、惑星の降転周期と恒星の自転周期が一致している。 このような関係は、牛飼い座ウ星系が唯一知られている例である。軌道長半径は720万 km と、牛飼い座ウ星 A からかなり近い距離を公点している。これは、太陽と水星の距離の12%ほどしかない。また、軌道傾斜角は44.5度、または47度、離心率は0.023である。牛飼い座倒星 B は、質量が 木星の5.95倍、または5.7倍であると推定され、このことから木星型惑星であると推定されている。ウシカイザタウ星 B はドップラー分光法で観測されたため、当初は加減質量が木星の3.9倍としか分かっていなかった。また、先述した通りウシカイザタウ星 A から、 かなり近い距離を降転しているため、表面温度が摂氏1377度のホットジュピターである。ウシカイザ・タウ星 B は地球から見て恒星の手前を通過しないため、惑星の大気を通過した光を直接観測することができない。しかし、工述する VLT がウシカイザ・タウ星 B の反射光を測定したことによって、大気中の一酸化炭素を測定することができた。 その結果、ウシカイザタウ星では、高度が上昇するほど、大気の温度が下がっていることが分かった。普通のホットジュピターは、高度が上昇するほど温度が高くなる、温度逆転と呼ばれる性質があるが、ウシカイザタウ星 B は、それとは逆であることが分かった。ウシカイザタウ星 B は、1996年に、ジェフリー・マーシーらの研究チームによって発見された。 1999年、ウシカイザ・タウ星 B を太陽系外惑星としては、初めて直接観測したと発表された。しかし、この発見は後に撤回されている。間に直接観測されたのは、2008年の HR8799 系の3つの惑星と、フォーマルハート B である。2012年、VLT がウシカイザ・タウ星 A の光の中から、 ウシカイザタウ星 B が反射した光だけを抜き出して測定したことによって正確な質量や軌道傾斜角、大気の性質などが判明した。ウシカイザタウ星 A の光の中でウシカイザタウ星 B からの反射光は0.01%しか含まれていない。二つのチームがそれぞれ発表した値には差異がある。ウシカイザタウ星 B の中心性であるウシカイザタウ星 A には 万世である牛飼いウセ性 B が存在する。大文字と小文字の違いしかなく紛らわしいため、区別を強調する場合には、牛飼いウセ性 B は、牛飼いウセ性 A を肯転していることを示すため、牛飼いウセ性 A ブと書かれる場合がある。混同する恐れがない場合には、A を外して単に牛飼いウセ性 B と書かれる。発見の発表が1999年12月という、 千年期末だったことから、ウシカイザ・タウセイ B は、ミレニアム惑星とあだ名で呼ばれた。2015年、国際天文学連合により、ウシカイザ・タウセイ系を含む20の系外惑星系の、固有名が、公募、一般投票された。タウセイ系では、インドのグルーデブ・アブザーバトリ、アウトリーチプログラムが提案した種類、ラムマットとベギー・バタイ・ TV が、圧倒的得票数で1位となった。 しかしこれらの名は、インドの社会思想家シュレロム・シャルマとその妻ボガバティデビ、シャルマにちなんでおり、国際天文学連合が発表していたルールの一つ、主に政治的、軍事的、宗教的活動で知られる個人、場所、事件の名前は禁止に反しているとして、投票は無効となった。ナオコの投票では、ルールに反した提案でもそのまま、投票対象となっていた。 他の天体の名称と類似しないというルールに反しているにもかかわらず1位となった提案がいくつかあったが、それらは変更された語形や類似語で承認された。投票自体が無効となったのはこの星形だけである。次の境外惑星命名の機会である2019年のキャンペーンの対象となる100の惑星系にはタウ星系は含まれていない。ありがとうございます。